対決サクサクセス実況10回目は4月セリーグ月間 MVP を受賞した山口&坂本ペアと対決だ。2選手の能力月間成績はこのようになってます。山口はこれが4度目の受賞になるんですね。イメージとしては1回か2回くらいかなと思ってたんですけど、もう4度多く受賞してますね。で、坂本に関してはこれが2度目。坂本こそ4度か5度くらい取ってんのかなと思ったら2度なんですよね。意外に少ないっていうことに驚きですけども、ただ2選手ほんと4月は凄まじいね活躍をしたので、だからこそ巨人は4月にたくさんの貯金を作れたんじゃないかな。ただそのたくさん作った貯金はね、5月に入ってだんだん数が減っている。ちょっと怖いですね。今回ペナントで回す際はですね、この2選手を巨人で回すのではなくて、こちらのチームで回していきます。こちらは2017年2018年のドラフト1位選手を集めたドラ1連合チームということになります。知ってる選手がたくさん並んでますけども、ただ能力的にはみんな1年目2年目の選手なので、そんなに強くはないんですよね。ここに僕のペア、そして山口坂本ペアを加えてペナントで回すことによって、どのような個人選手成績ペアの成績を残してくるのか、またどちらのペアの方がこのチームをより高い順位に導き、高い勝率を叩き出せるのか、そういう部分も対決の勝敗に関わってくる部分ですから、まあ、今回ねどちらも強い選手なので、僕もまた強い選手を作り対決勝てるように頑張るわい。まず最初に作るのは山口と同じ先発ピッチャーを球団設定は巨人。持ち込みアイテムはね、山口は赤とこをいっぱい抱えている選手なので、僕は逆にたくさんの特殊能力を抱えたそんな選手を作ろうと思いますので、チヤホヤカード。もう1枚は失敗しないためにプロ入りカード。この2枚を持ち込み作りましょう。レッツ対決サクサクセス。1人目、ステージ11、初期能力はナックルカーブという、なんか魔球を覚えちゃってますね。いいんじゃない、それを期待で上げていけばいい成績を残すピッチャーになると思うよ。で、チヤホヤのおかげで選手はいきなり2人、岩隈久志がいますね。おい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 、レジェンドじゃないか。もう1人は菅野智之。いや、いいね、どちらも能力は高い。まあ、菅野に関してはここ最近の大炎上がありますので、おそらくパープルでも能力が下げられるとは思いますけどもね、いずれね。やばいよね、ここ最近ほんと打たれまくってるもん。先日の阪神戦では10失点でしたっけ。とんでもない炎上がありましたからね。どうしたんだ菅野、心配になってきたぞ。お前が頑張ってくれないと巨人の優勝はないんだからね。まあいいや、まずはここで能力をくれ。お、特殊能力キレ丸選球。これでよりナックルカーブが生きると思うよ。で、岩隈、あなたに会いたい。まだ1軍での登板を果たしてない選手だ。何をくれる？牽制丸ですね。 OK、 ありがとう。どちらの選手も特殊能力をくれた、感謝しかないね。このステージはもうこれで終わっときましょう。だいぶ強くなれたステージ1。ステージ2もこのような出会いがあるかな。どうだろう、選手は2人、山口俊と田原ですね。いや、いいじゃない、対戦相手の山口。お、特殊能力見とったよ。いる？いらない？もう何なんだよ、本当に必要のないものくれるよね。まあ、対戦相手だからね、それは都合よくいいものなんて渡そうと思わんのかな。俺が逆の立場なら俺も渡さん。かといってミート対応も渡さんけどね。どういう意図があるんだろう。山口は俺何を伝えたかったんだろう。野手転向しろってことなのか。しねえよ、投手でお前に勝つんだ。ステージ3だ。なんか若干さっきからね、赤パネルがやたらとあることが気になりますね。このステージでは畑がいて、野上がいて、メルセデスがいる。で、畑がいるところにはコークパネルがありますからね、これは取っておこうと思ったんだが、一回シャッフル踏むわ。いいばらけ方してくれよ。どうだ、あ、いい感じでばらけたんじゃないでしょうかね。まずは回復パネル踏んで、メルセデスにあってコントロール4アップ、センキュー。で、フォーク方向のパネルだね。山口はフォークボールという強い武器がありますから。俺が持ってるのは V スラか。いや、フォーク同じくつけたかったな、そこが重要なのに。で、スタミナ超人伝で D の51。あー、もうこのステージはこれで終わっとこうかな。ほんでちょっとやる気を大きく下げちゃったので、顔色紫色でちょっといけないでしょう。これクローザーの時の山口俊の表情だよね。あかんあかんあかん、こんな表情じゃいい成績なんて出せないから、やる気を上げていかないと。またスタミナ超人伝。いや、相手山口はスタミナが非常に多いピッチャーですから、ついてマイナスではないよ。はい、チヤホヤ落とした、持ち込んだ意味ない。それでいて青パネル消滅も出たー。このステージでやるべきことなんて何にも残ってないから、もう次のステージ行くよ。
クソ弱いけどね、球速も何128キロって。おいおい、こんなんで活躍できるプロ野球はどこにあんねん、知らんぞ俺。あ、まあでも、おうおう、このまま来ちゃいましたから、なんとか強い選手を作らないとね、プロ入りカードがあるので失敗はないんだ。ただこのまま出来上がっても失敗作みたいなもんやけどね。よーし、赤が青に変わる、こういうイベント待ってました。これでいいんだよ、その逆は起こらなくていいんだよ。邪魔者の登場、鬱陶しい位置ではあるけどもね。どうだ、うわー、しまった、動いてなかったのかお前。あかん、これはちょっと待てよ、はめるしかないな。え、スタミナと語る、おいおい、お前スタミナだけが取り柄の人間がスタミナすら失うんかい。先発ピッチャーの最低限のスタミナ持ってないですからねこいつ。嘘だろお前、もう勘弁してくれ。それにいて目の前にカレンがいる、はめないと終わりだぞ、はめろよ。どうだ、はめろよ。よーし、これで体力はだいぶ回復できたので、ちょっとね、能力が入れ替わった分スタミナ爆上げしていかないと、まだまだ足りないよこんなんじゃ。野球超人でありがたいですね、球速も130キロ台乗ったわ。だからなんやねんっていう球速やけどねだからなんやねんやけど、強くなってんのは確かだ。野球マンまだ一度も現れてないので、野球マンの力も借りたい。来いよ野球マン。ヤングマン、奪三振の特殊能力選球。やっぱね、あのね、ドラ1連合チームは守備能力もかなり課題のチームですからね。そりゃそうですよ、若い選手が多いんだからね。だから三振取れるピッチャーの方がいい成績出せると俺は思う。だから三振取れるピッチャーを作った方が、この対決の勝敗という部分にも関わってくるでしょうね。うわ、にしか回復しない。そして野球マンの助けもらえ、助けろお前、こんな能力で終わりたくねえよ。コントロール3アップ、うわ、もう残す体力はないから一回シャックル踏んで、あ、近くに青パネルはコントロールパネルのみ。うわ、もうこれ踏んで終わるしかないですからね、終了。もっと強いの作りたかった。次に作るは坂本と同じ遊撃手のポジションの選手を、球団設定は巨人で、そして、坂本とは今シリーズの実況4回目で1回戦って、そして僕の選手が勝ってるんですよね。だからあの時のような選手を作れたのであれば、今回も、まあ、個人の部分ではまずは勝てると思うけどね。ただやっぱ投手がさ、山口と比較してちょっと能力が足りない分、今回はペアの対決だからね、片方が足引っ張って負けるという展開もあるので、投手のマイナス分をプラスに変えるためにも相当強い選手を作らないとダメだと思う。だから今回は気合を入れて天才カードまたまた持ち込みたいと思います。そしてもう1枚はやっぱミート強化カード、これが必要だと思いますので、この2枚で作ろうぞ。レッツ対決サクサクセス。2人目、ステージ111。初期能力はこんな感じだ。守備能力はまあ遊撃手としてもうすでに持ってるような気がするが、まあでも打力は結構低いスタートなんで、これは厳しいな。まあこれから上げていけばいいだけの話なんでね、そういうものなんで頑張ろう。宇佐美、守備力7上げてくれた、センキュー。で、無地パネル青く輝く、いいねいいね。弾道パネルはもうすでに2つあるぞ。弾道は3になって、まあ4 にしとこうか。あ、坂本以上にホームラン打ちたいので、ならば4の方がいいでしょうね。このステージはもうこれで終わっとく。ミートもあって、パワーもあって、走力もあって、肩力もあって、守備力もあって、補給もある、そんな超人作ろうぞ。お、お次ステージ4には矢部がいて、横には陽大館か。陽大館は確か広角打法を持ってた記憶があるぞ。もしかするとくれるんじゃないか。どうなの陽大館、くれ。走塁か、まあ持っててマイナスではないですけどもね。お前が持っているであろう広角打法の方が欲しかったな。気分は悪くならないでしょ急にね。はい、その上無地パネルに赤が追加。ちょっと待って、これじゃ宝箱取れねえじゃん。もうこう回るしかない、こう回って一回シャックル組むしかないわな。やっぱ宝箱は取りたいので、そこに出てきて、まあでも赤も大量に踏んでる。ミート超人伝、まあこれはいいですね。いいけどよくねえよ。赤がなかったらお前スムーズにね、パネルだったり宝箱踏んでもっと強くなれてるのね。余計なイベントがあるでほんまに。宝箱2つ目、これは助かりますね。中身は1つ目、補給超人で、補給もあった方がいい。でも補給以上に欲しいものがあるからさ、また青追加、これいいね。ちょっと待てよ、この場合もう一回シャックルパネルここでも踏んでおいた方が良さげだ。なんか宝箱あるところにマイナスおにぎりパネルがあるんだね、あれ鬱陶しいよね。
チヤホヤカードゲットだぜ。より選手が出てきてくれやすくなるぞ。でそこにいるのはビアヌエヴァ。あなたはパワーヒッター持ってるでしょ。どうなの。よっしゃー、パワーヒッターゲットだぜ。だからパワーの部分を上げていけばいいぜ。でこのステージはパワーパネル組んで宝箱取って、中身は肩力超人で、もう守備は平均並みにある。ただ平均並みで勝てるような選手じゃないからね。平均を大きく上回って、なんならトップクラスなのが坂本勇人なんだから、俺もそのレベルに行かないとね。でお次ステージ4、なんか複雑なステージの作りしてんなが、はい、また多く輝き出す。それはいいね。で中身は守備力超人伝、分かった、守備はいいから打力を上げてくれ。はい、青パネル消滅。やるべきことはもう何もないって感じですね。その上邪魔者も登場で、ロックオンもされた。すぐ逃げた方がいいですね。さっきみたいにはめれるほどの余裕はない、体力もないからね。いやでもこんな能力で最終ステージ向かったところでって感じするでしょ。いろいろと足りなさすぎる。これではあかんよ。博士がいるから博士の手術もう受けた方がいいね。迷いなく受けた方がいいね。このまま作ったってクソができることはもう確定してるんだからね。ならば一か八か博士の手術成功して力つけた方が絶対にいいじゃん。ちょっと博士カモン、こっち来て。うん、邪魔者また登場。お前はお呼びじゃねえ。そして博士頼む、あんたの手術成功するわ、希望が生まれてくる。しかし失敗したら終わるだけ。さあどうだ。手術が終了した結果は案の定の失敗。はーい、もともとクソみてえな能力だったけどさらにクソになったね。もうやるべきことは何が残ってる。何も残ってないですね。宝箱取るほどの体力もないですから。はい、もうこれで終了です。終わりです。クソです。これから先ほど紹介したドラ1連合チームに僕のペア、山口坂本ペアを加え、ペナントで回し対決していくからね。両選手をペナントで回す際の起用法はですね、投手に関してはローテーション1番手のスタミナ限界起用、つまりはエース起用ということになるわけだ。で、野手に関しては打順2番の遊撃手起用です。4月の坂本は打順2番で使われることが多かったですからね。なのでこの起用法になりますけども、ただ、僕の作った選手、まず野手がこれ。これね、ドラ1の1年目の選手という目線で見るのであれば、お、いい選手じゃん、これから期待やねってなるでしょ。そうじゃないからね、今回は坂本と対決するわけなので、坂本と同じ年齢の選手っていう目線で見てください。ただのクソでしょ。なんでお前みたいなクソにパワーヒッターがついてるのか俺わけわからんわ。まあ野手だけじゃないですよね、今回作った投手もこんな感じですからね。山口に大きく劣る能力の部分もね、特殊能力だって多くつけることを目的にチヤホヤカードをね持ち込んだのにもかかわらず、ついたのはキレ丸、脱三振、牽制丸のみというね。こんな選手たちに何を期待しろと言うんでしょうか。なんかね、山口坂本ペアどうのこうのよりも、まずね、このドラ1の選手たちに勝てるかどうか分かんない。なんなら俺の選手が一番このチームでひどい成績を残しチームを敗北導く可能性だってたくさんあるわけなのでね、まあ、何にも期待できませんけども、これからペナントで回してどのような成績残してくるのか見ていきましょう。僕の作った選手たち、1年のシーズン開幕ジャイ。1年のシーズンが終了です。まず確認するのは僕の選手たちが率いたドラ1連合チームのセリーグ順位から。オープン、ダダダン。あーい、プロ野球記録となる112敗しての圧倒的な最下位ですね。やっぱりまず俺の選手どうのこうの関係なく、やっぱり1年目2年目の選手たちだけなので、それいろんな部分にマイナスがあるからね。一人一人も弱く、それがチームとなったらそれはもっと弱くなるからね。こんなことになるのか。いや、それにしたって負けすぎないような気がする。勝率は2割1分7ですからね。どうだろうか、僕の選手が強ければこんなことにはなってなかったのかもね。坂本、山口ならこんなことにはしないんじゃないかなと思いますけども、まあ悲惨な順位となってますね。次は個人成績を確認していきますのでね、このチーム状況の中、僕の選手含めドラ1選手たちはどのような成績を残したのか。まずは投手成績からオープン、ダダダン。規定投球回到達したのは東のみ。その東は防御率 3.57 ですから、まあ、全然見れるわな。もう去年もいい成績残してるピッチャーで能力が高いですからね。東に関しては毎回ペナントで回すのが素晴らしい成績残してきてるんで驚きはないですね。
で、僕の選手はどこにいるんだ？どこにもいなくない？おかしいな。これ防御率順で並んでいて、ここにいましたね。 4.77 という数字でのフィニッシュですね。まあ能力が低いんだもの、仕方がないよね。まあ僕の選手からまず一つ一つ確認していくと、防御率 4.77 で120イニングで規定投球回到達できてなくて1勝13敗、驚異の勝率0割7分1。まあ援護がないこともそうだし、守りの部分もね疎いチームなので、失点も多くするだろうし、何よりもこの選手ローテ1番手で回したのでね、エースとの対決っていうのが多くなるわけですよ。こんなチームじゃエースとの投げ合い制するわけがないね。まあ何よりもお前の実力不足が一番の要因やけどな。お前が強ければこんなことになってねえや。で、登板24試合完封完投なく、 QS は5、率は 20%。 あかんわ。 HQS たったの1つで、奪三振91個、三振率 6.79、 フォアボール38個、四死球率 2.83、 被本塁打15本で率は1点台を超えている、被安打148で被安打率は3割。まあ仕方がないよね。守りが弱いチームなのでヒットっていうのもたくさん打たれます。これは僕の選手に限らずみんな打たれてますからね。ただ得点圏では2割3分1とピンチでは結構抑えてはいるけども、まあこういう数字、一発が打たれてるからね。で、ウィップで見ていくと 1.55 と、どこにもね、なんか凄さっていうのを全く感じられなかったね。こんな選手が月間 MVP 一度たりとも受賞するチャンスっていうのはないでしょうね。それ以外のピッチャーで確認していくと、一番貯金を作っているのは誰なんだろうね。桑原ですね。巨人の桑原が4勝を挙げている。ただ4勝を挙げるほどの成績じゃないよね。この選手中継ぎ起用ですからね。中継ぎで、どうやら挙げた勝利全く価値がないわで、田島も4勝、清水、これヤクルトのドライチですね、4勝を挙げて、まあそこそこには見れる成績やな。で、吉田輝星いいじゃないですか。中継ぎ起用で回してるんですけども、防御率は 3.21 ですからね。活躍してんな、素晴らしいね。さすが甲子園のスターだ。ただ全体で見ていくとね、ソフトバンクドライチの甲斐野さんはこの数字ズタボロやね。で、鈴木博士もダメダメ。去年中日のドライチ選手なんですけどもね。どうした、キンブレルに憧れてんのじゃねえのかよ、お前よ。これじゃあかんやろ。次は野手成績ですからね。僕の選手投手ではクソだった、野手ではどうなんだ。オープンダダダン、打率2割5分1厘となってますね。相手は坂本勇人なの、こんな低い打率なんだ。まあ能力がクソやから仕方がないよね。チームの首位打者は近本の2割6分9厘となってますね。で、ネオくん2割6分。あれれ、ネオくん意外にいい成績じゃないのって。ワースト打率は安田の1割4分9厘。お前2年目やろがい。お前は打てよ。中村とかに関してはね、藤原とかに関しては仕方がないにしても、安田は打たないとダメだと僕は思うんですけどもね。ちょっと低い成績だね。まあ、まずは僕の選手から確認していくと、144試合に出場して打率は2割5分1厘、550打数の138安打。2塁打3、18本、3塁打0本、本塁打何本7本。パワーヒッターは持っているけど、パワーがないんだからそらホームランも打てへんよね。博士の手術成功していればというたられば、ああ言っても虚しいだけだからやめましょう。塁打数177塁打、打点45打点、得点圏打率2割6分8、得点36、三振101個、フォアボール43個、犠打24個。まあ打てないからバントするわな。で、盗塁は0で、出塁率は3割0分6、長打率3割2分2、 OPS 6割2分8という低い成績になりました。まあこの選手に関しても語ることなんてほとんどないですね。他の選手見ましょう。ネオ君打率2割6分でホームランは8本と、おい2桁近く打ってんじゃねえか。打点41打点で OPS は6割5分6でしょ。どうだろうね、これドラ1ばっか集めてますから新人王資格持った選手も多いんですよ。これネオ君が取る場合もあるんじゃないでしょうかね、新人王をね。で、唯一 OPS7 割台を記録できてるのは近本のみ。まあ、この選手は大卒だったかな、社会人だったかなの選手なのでね、まあ、そらこういう成績を残してこなきゃダメな選手ですけどもね。ホームランも14本と打ってる。赤星2世って感じはしないね。なんか別の方向に行っちゃってますね。盗塁はたったの9個のみか。で、それ以外では村上18本のホームランで OPS は6割6分2。リアルな村上はこの18本程度ならたったの2ヶ月近くで打ちそうな感じするんですけど、
まあ能力が低い分やっぱねパフォーマンスとしてはそんなにいいパフォーマンスはできてないですね。年間表彰式です。僕の選手のタイトルは何も取れてないとは思いますけども、ただねこれ誰が新人王を取るのかっていう部分がちょっと注目なんですよね。プロスペクトばかり集めたチームの中で出場機会が多い選手も多いですからね、かなり熾烈な争いになると思います。新人王を受賞したのは誰だ？村上か。なんでだよ。まあ、資格持ってる選手なのでね。いやでもさっき村上の成績見たでしょ、言うほどいい成績じゃなかったよね。なんで村上が取るんだろう、わっけわからんね。えそれなら近本の方が規定打席到達しながらあの成績ですからよかったし、根尾くんだってね高卒1年目のルーキーながらあの成績でしたから、まあ根尾とかね近本とか、まあ投手で言えば他にもね、まあいいピッチャー吉田くんとかもいたわけですから、そっち方面が取るんならいいんだけど、なんで村上なんだろうな。ホームラン数が評価されたってことなのかな。まあ確かに18本打ってますから、ただ俺はそれだけのように見えるけどもね、それだけじゃないのが野球じゃないですか。ホームランだけで全てが決まるのであればそれは面白くはないよ。ちょっとできれば近本や根尾くんあたりが取ってくれるところを見たかったんですけど、残念ながらそれはなかったですね。じゃあ最後に確認するのはですね、この月間 MVP シリーズでは月間 MVP を取るかどうかっていうのも対決の勝敗に関わってきますので、僕の選手が受賞できたのか、オープンダダダン。はい、当然取れてるわけもなく、そらそうでしょ、あんなフルの成績でさ月間 MVP 取れるわけないですからね、僕の選手はクソみたいな成績でまた月間 MVP を受賞できずに終了。続いてセリーグ4月月間 MVP ペアをこれからペナントで回していきます。僕の選手をペナントで回したとんでもないひどいチーム状況個人成績になりましたが、それは山口坂本ペアの時にも起こりうることですよ。やっぱね山口で見ていくといっぱい赤と黒を抱えている選手ですからね。それでいてチームのその守備力のなさ、援護力のなさっていうのがあったら、ちょっと相乗効果で悪い方に特化してしまうんじゃないかな。通常の山口では出さないような成績を出す場合もあるかもしれない。坂本に関してはですね、能力が高い選手ですからあんまチームの影響は受けないかもしれないですけども、まあでもチャンスの数だったり積み上げ系の記録っていうのは確実に打つ機会が通常より巨人の時より減ると思いますので、まあ、もしかしたら数字はそんな伸びない可能性もある。まあでもどちらも一流選手ですからね、超一流と言われている選手たちは環境の影響は受けないよ。他がクソでもその中黙々といい成績を残すのが超一流。坂本だってね近年巨人はなかなか勝つゲームっていうのも少ないですけども、その中超一流の成績を残してるので、もしかしたら、ね、通常以上のヤバめな成績を残してくる場合もありますから、果たして山口坂本ペアペナントで回すとどのようなチームの順位勝率になり個人成績になるのか確認だ。山口坂本1年のシーズン開幕じゃい。1年のシーズン終了。まずはドラ1連合チームの順位表をオープン。ダダダン。最下位ではあるけども待ってくれ、勝率ではさっきよりもだいぶ上がってるよね。僕の選手と比較したらもう1割以上の差がすでに空いてますからね。勝利数も50勝と結構上げてますし、最下位は最下位だけど見れる最下位だよね。何何、これが山口と坂本の力なの？僕の選手の時はあんな悲惨なチーム状況で勝率もあわや1割台だったので、2人加わるだけでここまで1つのチームが劇的に変わるんだね。まあもしかしたらプロスペクトのみんなが頑張ってさ、いい成績を残したからっていうのももしかしたらあるかもしれませんけどもね。まあそこをね今から探っていきましょう。続けてはまずは個人成績、投手の方から見ていこう。成績オープン。ダダダダダン。どうだ、山口規定投球回は到達してなく、そして今のところ名前が映ってないですね。こちら防御率順で並んどるわけやから、山口の防御率はもうすでに鈴木博士以上っていうのが確定してるってこと。え、どこにおるん山口さんは。まだいない。ここにいた。防御率は 4.69。 俺の予想が当たりましたね。やっぱりチームのその守備力のなさもそうだが、山口自身の赤徳調子極端とかも持っているわけですから、それが働いてこの防御率。全体的な部分で見ていくと140イニングを投げての4勝14敗、
まあローテ1番手ということもあるんでなかなか勝ちづらいのでね、貯金は作れずそれどころか借金をたくさん作ってるよ。登板24試合で完封完投はなく QS11 個、 QS 率は 45%、 HQS3 つで 12%、 奪三振122個、三振率は 7.84、 フォアボール49個、四死球率 3.28、打者628人に対して被本塁打14本、被安打163安打、得点圏では2割8分、対左2割9分7で、ウィップは 1.51 と、まあ、内容もよろしくなければ当然それが結果につながるわけですからね。山口に関してはやっぱりこの環境の影響を受けてかいい成績は出せていない、つまりは超一流とはちょっと読めませんね、これではね。続けて野手の成績、山口はチームの環境を受けたが坂本はどうなのか、オープンダダダン、わーお3割並ぶ3輪だってばよ、これが超一流の坂本隼人さんなんですね。現場の影響を受けない、強すぎるぜ坂本、すごい打率を残してきましたね。これ先ほども言った通り実況4回目で坂本と対決した時はこんな成績残してきてないですからね、残されてたら俺の選手なんて勝てなかった。しかしこの対決でこのチームで残してきた、マジかよこれや。打率3割並ぶ3厘、144試合に出場して581打数の217安打とシーズン安打記録更新ですね。2塁打48本、3塁打5本、本塁打22本塁打、打点じゃない、塁打数が341で打点が73打点、得点圏打率3割3分3厘で得点96、三振88個、フォアボール63個。まあ実際このようなチームであれば多分坂本のフォアボール数っていうのは確実に100超えますよね。だって周りが弱いですからそっちと勝負した方が本来いいわけなんでね。まあでもこのペナントでは63個ですね。で併殺10、盗塁は2個と、出塁数の割にはあんま盗塁してない、まあそれは起用法がついてないからっていうのもあるんですけどね。で連続出塁39試合、リアルな坂本のね開幕からの連続出塁は36でストップしましたけどもね、この坂本はそれを上回る39だからこそこんな打率なんやね。納得、猛打賞も24回と多すぎますわ。対左にも強く対右にも強く、出塁率4割3分5、長打率5割8分7、 OPS 10割0分2厘。いやもうすごいっすね、確か言いようがありませんね。はい、今回の対決は僕の選手そして山口含めどこかプロらしさを感じる瞬間っていうのはなかったんですけどもね、ただ坂本でそのプロらしさ、超一流の凄さというものを感じることができました。ありがとう、お前がいてくれなかったらこの動画ただただ悲惨な動画になっていたわ、坂本に感謝ですね。で他の野手陣を見ていくと打率では近本の2割8分4厘が坂本を除いて一番高い打率ですね。それ以外の選手は低いな、安田はさっきと比べたら見れる数字ですけどもね、藤原は相変わらず打率1割台か、まあミート能力の低さ考えたらねこれからの選手なので仕方がないのかもしれない。で清宮幸太郎も1割8分1厘ですね、 OPS 見たら5割1分6、王貞治超えるんじゃなかったのかよ、全然いい成績残せてないじゃないか、伸び悩んでるな。小園は2割7分8厘と結構打ってる、まあ打席数は少ないですけどね、その中プロ初本塁打も打ってますから、ちょっとね藤原、小園、ネオというドライチの3選手の中ではこの選手がパワープロでも一つ頭飛び抜けてますね。まあ今後この選手との単体の対決も予定しておりますのでお楽しみにね。でホームランランキングで見ていくとどうだ、村上17本、ネオが16本、ワーツ率こそは2割4分3厘ですけども、ホームラン2桁達成してる、このパワーでよく打てたもんだね、やばすぎるでしょお前。え、ネオパワーホルムってこと？そんなネオくんも今後見てみたいですけどね。 OPS は6割7分8、ただ16本打ってることが驚きですからね、これはもう確実に次こそネオが新人王を取ってくるんじゃない。これでネオが取れない新人王は何の価値もないと思いますけどね。年間表彰式です。さあ坂本、何かタイトル受賞なるか、そしてネオ新人王受賞なるか、どうだ。まずはベストナインから坂本隼人が受賞しましたね。ゴールデングラブは強打、まあ良くも悪くもない守備率だったので仕方なしで、個人タイトルは新人王また村上、何を基準に村上選ばれてんだよ、わけわけだなすぎるぞお前。
なんでだよ本当に。坂本が首位打者取ったのと、あと最多安打も取ってますね。あの出塁率で最高出塁率取れてないんだね。それはちょっと驚き。岡本が受賞してる。いやそんなことよりもなんでまた村上が取ったんだってことですよね。で村上また今回もね、それなりのホームランは打ってましたけども、ただ言うても17本塁打ですからね。で OPS で見たら、まあ、これですから、圧倒的に打撃の違いもあればポジションの違いもあるわな。ネオ君の場合はこのペナント、また二塁手でペナント回したわけなので、二塁手で16本、それでいて高卒1年目、どっちを新人王で選ぶかって審査員の方わからないの。何を査定して新人王を選んでんの。いろいろとガバガバすぎるでしょう。ネオが選ばれない新人王にやはり価値はないなって僕は思いましたけどもね。ちょいと愚痴が止まらなくなってきたが、最後に確認するのは月間 MVP 山口坂本受賞なるか。オープンダダダン、どうだ。取れてないですね。このプロスペクトチームから選ばれたのは東のみ。その東は防御率 0.84 で2勝0敗とめちゃくちゃ優秀な成績ですね。防御率の割には勝ててないのはやっぱりこのチームの援護力がないからっていうのをこの月間 MVP の成績欄でもわかるんですけどもね。でその下の菅野に注目。防御率 1.37 で7勝を上げてるからね。月間7勝ってどういうことですか。フルで立って7勝を上げれるピッチャーがね限られている中、1ヶ月で7勝だからね、これはやばい。これは昨年9月10月の菅野智之だわな。 CS でノーヒットノーラン達成した菅野智之がこの現場にいる。しかし今の現状、菅野智之はボコボコに打たれてですね、悲しいことになってますからね。まあリアルな巨人ファンピーマンとしてですね、早くこの菅野智之がリアルな世界で見れること願ってます。残念ながら山口坂本も月間 MVP 受賞できずにシーズン終了ということになりました。両ペアの成績を比較し対決の勝敗を決めていきますが、もうすでに決まっているよね。まずは投手の個人成績からですけども、山口はそんないい成績ではないにしても僕の選手はそれを大きく下回ってしまったね。防御率もそうですけど、イニング数の違いもありますから、もう見比べる価値なく。それは野手にも言えることですし、野手の方がもっとですよね。こりゃひどい。坂本と僕の選手能力の違いあることもそうだが、それ以上になんかいろんな部分の違いがあった、人間的な違いもあるのでね。まあペアとして比較した時にどっちの方が優れてるのかっていうのは答えは出てるし、それはチームの順位表を確認してもそうですよ。互いに7位ではあるけども中身が違いすぎますから、やっぱりもう比較するまでもないですね。すぐさま結果発表といきましょう。シリーズ4敗目、今回は実況10回やってきた中で一番ひどい結果に終わった対決サクサクセスになりました。もう勝負になってなかった。選手を作った時からね、あの時点で俺の負けでよかったよ。比較するまでもない残念な対決サクサクセスの実況10回目ということになりましたね。一応10回目という節目だったんでね、こちらとしても気合を入れて天才カードまで使用して頑張ってみたんですけど、あ、出来上がった最初があれならばもうしゃーないしゃーない。この結果を受け入れてこの動画を終えていきます。